えー、では続きいきます。はい。お名前ヒッサーさんからいただきました。あり,ありがとうございます。自分は今高校2年生なんですけど、うん、1>, 1年生の時に一目惚れした女子がいて、うん、いつも廊下でも外でも目があったら絶対手を振ってくれます。えー、可愛い,い。えー、そしてたまに一緒に帰る時があるんですけど、えー？意に手を握ってくることになります。えー、付き合ってんじゃん。嘘。<laughs> 声銀河 <laughs>。そんな大きな声出るの？ えー、自分に気があるのといたずらしあいます。いやいやいや、気があるのどころじゃなくない、えー？そんな不意な行動にドキッとしてしまい、なんて尊いんだろうと思っているんですが。い尊いと思ってる場合じゃないでしょ。お二人は異性からの言動で <laughs> 自分に気があるのではと思ったことはありますか？ええー、これはさ、いやこれはもう付き合う早くした方がいいよ。ね<え>だんだんもう告白待ちじゃん。うん、完璧にそうだよね。うん、この子積極的すぎん？この相手の子。うん うん、手を振って握って<え>恥ずかしくない恥ずかしくない、まあ、恥ずかしくてできないよ<分>普通のヒッサーさんも好きだよねこれもうん付き合っちゃいね。<laughs> 早く行っ,っちゃいなよ早く行っちゃいなよ自分に気があるのではと思ったことはありますか、えー、なんだろうだって まあ学生時代モテモテだった木とあかりさんのお話を僕のでも一番のモテ期は幼稚園の時だったんでもう幼馴染二人いたんですけど言ったっけこの話言った,言ったかも言ったよね、うん、やめましょうやめちゃっ幼稚園時は幼馴染二人に言い終られて言い終られてましたね そうでも僕はそういう恋愛感情とか分かんなかったんでまだ獲得してなかったんで悲しく悲しくモンスターがいましたねでも小学校の時もモテてたらしいんですよ僕らしいあじゃあ気があるんだとか思えなかった僕がやっぱちょっと感情が希薄な面があって確かにねそううまくアンテナを晴れてなく 後々同窓会で、うんうん、あの時、うん、あなたのこと、うん、私みたいなえ漫画みたいのを何件か聞いた何とかあって何,何それえっ、ー、いいなもうでもあ,あそうだったんだみたいなそんな方々も皆さん結婚され幸せにそして私は悲しきモンスターにきし。 <laughs> なっちゃってますけどもね。ええ、気があるのでは。でも廊下ですれ違って手振ってくるも、気があるよね。あるえ？ない。手振るぐらいは。あでもまあ確かにか。女の子はしてこない。するかも。僕は騙されませんよ。騙されませんよ <laughs>、はい。だって今でもアフレコ終わった後に、うん、お疲れ様でしたってすると、うん、お疲れ様ですって手みんな振ってくれるけど、確かに振っちゃうわ。別に俺のことは好きではないでしょ。<laughs> 好きかもよ<違う> <laughs> 男,男性スタッフも振ってくれるあ好きかもよ別にいやいやそれは別にいいや <laughs> 目があってニコってしてくるとか目があってニコ目があってニコってしてくるってなかなか <laughs> 目があってニコってされたんですよえ <laughs> のきさんに悲し,悲しきモンスター悲しきモンスターからー <laughs> ニコってそうなんだうん 俺なんか笑っちゃうかも、普通におニコだニコっていうか、プフみたいな感じ <laughs> 受けちゃう目合っちゃったよみたいなえなんか甘酸っぱいねあ甘酸っぱいでしょ <laughs> <laughs> 俺でも梅原とかと目合うと梅原雄一郎とにらまれるけどねに、うん、らまれる <laughs> あ、みたいな感じいいですね、早く付き合っちゃえよ早く付き合っちゃえよ、本当だよ <laughs> こ,こ,ここまで もう,もう読まないです。